はい、皆さんこんにちは、エスプレスライダーです。今日はね、タナックスのカービングシェルケースをねご紹介したいなと思います。このカービングシェルケースは見ての通りサイドバックタイプのねバッグなんですけど、実はこのカービングシェルケースはスポーツバイクにとても相性が良いサイドバッグで、まあ、取り付けるとねスポーツバイクでも大容量の荷物を安定して積載することができるようになります。今日は実際にこの BMW-SNRR に取り付けてどのくらい容量が確保できてしっかり取り付けができるかっていうのをねチェックしていきたいなと思います。まず最初にね、簡単にこのカービングシェルケースの特徴を説明しますと、容量がね片側16リットルで合計32リットルのものになっています。カラーなんですけど、今ここにあるのはカーボン調のカラーなんですけど、まあ、これの他にもブラックとあとシルバーのモデルがあります。蓋の方がねポリカーボネートでできていて、横はフレームが入ったポリエステルのね組み合わせで型崩れがしない丈夫で頑丈な設計になっています。テールランプをね隠さないセーフティーカットっていうものを採用していて、この後ろの方がこうえぐれている形になっているので、テールランプをね隠しにくい設計になってますね。リアシートがね小さいスポーツバイクでもしっかり取り付けできるようにイージーベーススリムっていったねベルトをね採用しているみたいですね。この裏面なんですけど、マルチフィット 3D っていうものを採用していて、ここの車体に当たる部分がネオプレーン素材で柔らかい素材になってます。スポーツバイクだと結構ねリアカールが張り出したものがあると思うんですけど、そういったね張り出したシートカールでもフィットしてね取り付けができます。で、個人的にね最大の特徴でありメリットだと思ってるのが、スポーツバイクだとリアシートが小さいので大型のシートバッグの取り付けが不安定だったんですけど、このカービングシェルケースをつけることによって座面積がね広くなって平らになるので、安定してキャンプ用のシートバッグをねこの上に積載することができるようになります。あとは細かいところなんですけど、防水のインナーポーチを採用していたりとか、リフレクターを装備していて夜間走行でも安全というところとか、積載用のねリーディングが各所に取り付けられているので、ネットを使って荷物を固定したり、さらに上にシートバッグを固定したりっていうのがね容易にできるようになります。このカービングシェルケースは機能がね結構ついていて、なかなか一つずつご紹介するのは難しいんですけど、大まかな特徴としては、まあ、こんな感じですかね。
次はね、キャンプ用のシートバッグをね、この上に乗せてどれくらい安定して積載できるのかっていうのをね、やってみたいなと思います。今日乗せるシートバッグなんですけど、これタナックスのキャンピングシートバッグ2アーバンブルーカラーですね。めちゃくちゃ定番のキャンプ用のシートバッグですね。これをカービングしてるケースをね、結合してみたいなと思います。よいしょ。この座面がね、フラットなだけでね、もう置いただけでね、すごい安定してるんですけど、いいですね。取り付け方法なんですけど、このキャンピングシートバッグは車体固定用のベルトが付属してるんですけど、これね、これをね、車体に取り付けてもいいんですけど、カービングシェルケースには固定用の D リングが付いているので、ここにね、このキャンピングシートバッグをね、固定していきたいなと思います。 D リングに通して、はい、キャンピングシートバッグ2をね、取り付けるとこんな感じですね。やっぱりね、このカービングシェルケースがあることによって、キャンピングシートバッグもね、取り付けもすごい簡単で安定感が抜群ですよね。あと何よりね、見た目がめっちゃかっこいいよね。ほんと純正かのようなフィット感、これは素晴らしいですね。あと実際ね、取り付けて分かったんですけど、このカービングシェルケースは横に開くタイプのサイドバッグなので、上にキャンピングシートバッグを載せたとしても、カービングシェルケースをね、機室にアクセスすることができるんですよね。サイドからも問題なくアクセスできるので、すごくね、使い勝手良さそうですね。はい、ということで簡単にまとめようと思うんですけど、やっぱりね、荷物をたくさん乗せようとすると、上にね、どんどん積み重ねていくことになって、重心が高くなってとても不安定になるんですけど、このカービングシェルケースを使うことによって、重心が低いところに荷物を積載できるようになるのはすごくいいなと思いました。あと大型のね、キャンプ用のシートバッグを使う場合はセットで使えば、取り付けも簡単になって、がっちり固定もできるし、容量もね、増えるっていうすごいメリットが多いなと思いました。このカービングシェルケースとキャンピングシートバッグ2を組み合わせれば、最大で107リットルの容量を確保できるので、結構ね、贅沢なキャンプツーリングもね、余裕ですし、あとはまあ、キャンプだけではなくて、つなぎなんかも入るので、サーキット走行会で使うのも結構おすすめだなと思いました。はい、ということで今日はね、タナックスのカービングシェルケースをね、ご紹介しました。また次の動画でしましょう。じゃあね。